暑いのにすみません、ありがとうございます。熱中症に気をつけてください。ありがとうございます。高齢者の家を訪問したのは倉吉市上北条小学校の児童たちです。手渡したお弁当には手書きのメッセージが添えられています。倉吉市では希望する一人暮らしのお年寄りに弁当を届けるサービスが月に2回行われています。今日は上北条小学校の児童7人が絵手紙に熱中症に気をつけてくださいなどの一言を添えたメッセージカードを作りました。お年寄りの方にこの弁当やお手紙で楽しい気持ちになってくれたらいいなと思いながら書きました。このメッセージを受け取って身近にいる存在って分かってほしいです。とんかつや豆腐ちくわ入りの煮物などが入った弁当が完成すると、児童たちが一軒一軒回って弁当とメッセージカードを届けました。こんにちは。弁当を届けるサービスは毎年行われていましたが、新型コロナウイルスの影響で児童のメッセージが添えられるのは4年ぶりのことです。お年寄りの中には玄関を開けて待っている人もいて、児童たちは熱中症に気をつけてくださいと声をかけながら弁当を手渡していました。ここね、いつも変えてもらって本当に楽しく 見させてもらってますね。どんな人に会えるんだろうとかも思っていたんですけど、ずっと待っていてくれたように感じたから嬉しかったです。弁当を渡した時に喜んでもらえて嬉しかったから、私もいろんな人の励みになるような活動とかにたくさん取り組んでいきたいと思いました。お年寄りへの思いやり、たっぷりのお弁当。上北条地区社会福祉協議会は今後もこうした活動を続けていくことにしています。